今日は調剤局事務学科の志田彩乃さんです。今日は学校に久しぶりに早期研修中ですが遊びに来てくれました。はい、実家は山形ですけれども、山形から新潟の学校を選んだ理由は何ですか？はい、私は薬学を学びたかったので、薬学に関するいろんな検定を取れるところに魅力を感じて新潟に行こうって決めました。はあ、で一人暮らし慣れないところで大変なことも多かったと思うけれども、一番大変だったことは何ですか？そうですね、今は寮で暮らしてるんですけど、ご飯を3食作らなきゃいけないので、はあ、大変です。ああ、そっか、しっかりじゃあお料理をできるようになりましたね、きっとね。そうですね、2年前よりは。わかりました。それからなんかこう嬉しかったこととかってありますか？はい、やっぱり県外の友達がたくさんできたところは嬉しいですね。ああね、友達たくさんできましたよね。はい、それからこちら新潟で就職を決めて今もう早期研修中で薬局さんに行っていますが、新潟で就職をしようと思った理由はありますか？はい、新潟で暮らしてきて新潟のいいところをたくさん知れたので、いろんな人たちと関わりたいと思ったからです。はあ、将来的には山形に戻って、はい、はい、わかりました。はい、それでは活躍を期待しています。志田彩乃さんでした。ありがとうございます。